内覧天皇に奉る文書などを先に見ること、またはその役職、本校で解説する。上記のことを引用し、事前展示により一般公開前に、特定の人に商品などを公開する場合を内覧、または内覧会とも言う。また、特定の取引先などをターゲットにした展示会も内覧会という。内覧とは、天皇に奉る文書や、 天皇が採下する文書など一切を先に見ること、またはその両下官の役職。中世までの関白は内乱の権限が、明治的な権限のほぼ、すべてであるため、関白との血縁関係が薄かったり、関白の阿生への影響力が低かったりという理由で、天皇や自典が、その意見を入れない場合には、さしたる権力を持ち得なかった。人身折衝は、 天皇が未成年の時に置かれたため、内乱にとどまらず天皇の体験を代行する、権能を有した。後に、摂政、関白ではない左大臣、右大臣、内大臣、または、納言級にも、内乱の戦時が下されることもあった。後、設家分立後は、摂関経験者に内乱の地位を与えて、現職の摂関と共に政務に参与させた例も見られる。 さらには、摂生、関白にも別段に内乱戦時を下すようになった。幕末になると、現職関白でありながら、内乱職権を一時停止された、九条久忠のような例もある。摂生、関白以外に内乱が認じられた、主な例としては、ありがとうございます。